こんにちは、わちゃぴです。これまでモードやその他のスケールをいろいろ紹介してきました。そしてそれぞれのスケールにサンプルを作りました。しかし、いくつもの動画に少しずつ載せているので、違う動画に載せているサンプル同士を聞き比べるのは少し難しかったと思います。そこでいろんなサンプルを一つの動画にまとめてみました。それぞれのモードやスケールを聞き比べてサウンドの違いを感じてみてください。これらに関しては以前動画にまとめてありますので概要欄にリンクを貼っておきます。今回はこちらをまとめてあります。ではまずドリアンです。モードジャズといった雰囲気のサンプルです。D ドリアンだけでできています。次はフリジアンです。これはメロディーではなくフリジアンっぽいコードのサンプルです。分数コードにはなっていますが、ベースが E のペダルポイントになっているので、スケールで言うと E フリジアンしか使っていません。ではフリジアンのメロディーを見てみましょう。こちらは E フリジアンだけのフレーズです。コードは Em7 一発です。ではこのフレーズをエオリアンにしてみましょう。フリジアンと比べると、ファがファのシャープになりました。では、ドリアンにしてみます。エオリアンからさらにドがドのシャープになりました。3つとも同じマイナーセブンスコードに使うスケールですが、それぞれ独特な雰囲気があります。では次はリディアンです。このコード進行の中の B フラットメジャー7、A フラットメジャー7がリディアンです。C メジャー7はトニックなのでアイオニアンです。これはコードが変わっているようですが、ベースがずっと C を弾いているので、C リディアンだけのサンプルということになります。これはキー G ですが、
最初の8小節がずっと C メジャーセブンなので、その間はずっと C リリアンだけです。9小節目からよくあるコード進行になるので、リリアンからのギャップが面白いと思います。次はミクソリディアンです。これは D7 と G7 にそれぞれミクソリディアンを使っています。ではミクソリディアンだけのサンプルです。最初から最後までコードは C7 で、スケールはずっと C ミクソリディアンです。次は6リアンです。こちらは B6 リアンだけを使ったサンプルです。コードも最初から最後まで Bm7flat5 だけです。これもまた何とも言えない独特のサウンドがあります。ここまではモードでしたが、ここからはちょっと特殊なスケールのサンプルです。まずはアイオニアンシャープ5です。C メジャー7シャープ5で使われているのが C アイオニアンシャープ5です。要するに A ハーモニックマイナーを並び替えただけなんですが、C をルートとするなら C アイオニアンシャープ5という他はありません。次はリディアンシャープ5です。これは先ほどの C アイオニアンシャープ5を C リリアンシャープ5に変えたサンプルで、それ以外の部分は全く同じです。違いはファがファのシャープになったところです。これはメロディックマイナー上に現れます。そして6リアンシャープ2です。Dm7flat5/9で使っているのが D6 リアンシャープ2です。コード進行は Dm7flat5、G7、Cm7 というマイナーコードに解決するときによく使われる典型的な251です。こちらは先ほどと同じ Dm7flat5/9に D6 リアンシャープ2を使っています。先ほどのサンプルと違うのは C メジャー9に解決していることです。C メジャー7に解決する 2-5 は Dm7g7 ですが、あえて Dm7flat5/9g7 にしてみました。というわけで、いろいろなスケールのサンプルをまとめてみました。それぞれの独特なサウンドの違いが分かったでしょうか。最初は気に入ったスケールだけを使った短いメロディーを作ることから始めて、
徐々にマスターしていくといいと思います。